本当に嫌なことですし、特にコロナにおいてはみんながこう衛生状況とか気にする中で、まあ、そういったことをするっていうのが明るみに出るとあまり利用したくしたいという気持ちもなくなるかなというふうに思います。本部カメラ担当です。今回新たに導入した AI カメラシステムは、撮ったお皿をもう一度戻すと AI カメラが認知して、それが本部でアラートが鳴るような仕組みになってます。流れてるレーンにこうカバーがしてあったりしたり、まあ、センサーで、こう戻すことができないようになってるので、それに関してはもう全然不安ないと思います。もともとそのコロナ禍になってからレーンにお寿司を流さない店と流す店に分かれていて、まあ、今回の迷惑動画のきっかけでもさらにその2つの二極化が進んでいるなと感じています。もう信じられないですね。同じ日本人として恥ずかしいと思います。